はい、皆さん、映画ガザ素顔の日常いかがでしたでしょうか。この映画に出てくる登場人物、もちろんドキュメンタリー映画なので実在する人物です。彼らが今どうしているのか、彼女たちがどうしているのか、本当に心配です。ここからはですね、ガザの現状についての解説ということで、東京大学准教授の鈴木博之先生にお願いしています。それでは鈴木先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私の声が聞こえているという前提で進めてまいります。20分ということですので、あまり前置きを置く必要はないと思います。はい。スライドを共有しております。映画ガザ素顔の日常から考えるパレスチナとイスラエルの現在地というふうに、今回のお話を作ってみました。私自身もこの映画に関して、この機会に、改めてということになりますけれども、主張をし、ガザ地区の生活であるとか、そこに生きている人々が抱えている現実、問題というものが、大きく、色づいてと言いましょうか、具体的に伝わってくる、そういった作品だというふうに感じています。その様々な人々の願いや、思いが詰まっている地域というものが、この、10月の、7日から始まっている、現在の、地域情勢によって、軍事攻撃の対象になっている。で、もしかしたら、まさに今この瞬間に、イスラエル軍の、地上部隊が入るかもしれないということになっています。それを皆さんと一緒に考えるというのが、私からの、問いかけと言いましょうか。お話ということになります。映画のシーンを少し、皆さんと一緒に振り返りながら、パレスチナの歴史、そして今後のあり方、起こり得ることに関してお話をしていきたいと考えています。やはり、の中で、現在の、状況を踏まえますと、とても、心に迫ってくるセリフが、言葉がありました。人々が話していた、リアルな言葉です。でも、ガザでは5分後に何が起こるかわかりません。この言葉を、今ほど深刻に感じる、瞬間はないように私は思います。ガザ地区に対してのイスラエル軍の地上部隊の展開の可能性、それは、もうすでに今すぐにでもできる状態になっているということを、改めて私たちは思い起こさなければならないと思います。ガザ地区周辺に展開した、兵士の数、そして、イスラエルにおいてネタニヤフ首相のもとにガンツ元国防相が合流することによって、戦時統一内閣が形成されていること、さらには24時間という期限を設けて、ガザ地区北部の住民に対して退避通告が出ているということ。その期限はすでに過ぎているわけです。すべての準備が整ってしまっているというふうに言わざるを得ません。今、私たちが考えるべきことは、この先、この地域がどのようになっていくのか、戦争を止めることができるか、侵攻を止めることができるかというのは、わかりません。どういった、形があり得るのかというのは、私自身も、頭を悩ませてしまうところですけれども、どうしてこういった状況になっているのか、それを解きほぐしていくと、将来どうするべきなのか、この先、どういった将来が望ましいんだろうか、これが見えてくるのではないかと。考えています。映画の中で、ムハンマド少年という、アハマド少年かな。親子で、漁師っていう言い方になるんでしょうかね。船を使って、魚を取って生活をしている父子が出てきました。息子さんが、僕は船長になりたいと。で、お父さんが誰もが一目置くような立派な船長になれるというふうに返していました。若干マニアックな話を挟むことは、こういう場では、むしろ、大丈夫なのかなと思うんですけれども、船長という言葉をライースと、言っています。このライースというのは、長、トップという意味ですので、実は、パレスチナの、政治指導部、大統領であるとか、首相であるとか、そういった方たちもライースと呼ばれているわけです。
これで少し私が連想してしまったのは、ラシド・ハリディという研究者が、パレスチナにおける100年戦争という書籍、これ、今、翻訳が、進んでいる段階の書籍ではあるわけですけれども、その中で書いていた一言です。パレスチナ暫定自治政府の設立は、現地の現実を何一つ変えなかった。さながらパレスチナ人の沈みゆくタイタニック号、まあ大きな客船のデッキチェアを無駄に並べ替えていたようなもので、イスラエルの植民地化と占領政策を守る盾を提供したんだった。という、厳しい言葉で、オスロ合意以降のパレスチナにおける政治状況を批判する言葉を、向けていました。なぜこういった言葉が出てくるのか。そういった、ヒント、などを、たどりながら、パレスチナが辿ってきた、歴史、そして今後の展開を考えてみたいと思います。あまり、歴史の話、まあ、いわゆる背景の話を細かく言うつもりはありませんけれども、やはりパレスチナにおいて、またはイスラエルにおいて現在起きていることは、この75年間、または、ハリリーの言葉を借りれば100年間にわたって続いてきた、紛争、または、問題と呼ばれるものの、延長線上にあるというふうに言えます。1922年から48年まで、パレスチナという地域はイギリスの委任統治領でした。この委任統治が終わった、後、イスラエルという国家、まあ、イスラエルが建国をされて、第一次中東戦争が勃発します。この中で、70万人と言われるパレスチナ人が難民となりまして、現在に至るまでのパレスチナ問題というものが、まさに国際舞台に出てきた、国際的な問題として、これをどのように解決していくのか、または、少なくとも戦いを落ち着かせるためにはどうすればいいのか、という取り組みを国際社会は、続けていくことになります。1948年、イスラエル建国とともに、イスラエルにならなかった地域というのもパレスチナに生まれました。これがガザ地区とヨルダン川西岸地区と、後々呼ばれるようになります。まさに今、ニュースで出てきているあのガザ地区という形は、ちょうど75年前に形成をされたわけです。1967年に第三次中東戦争が起こりますと、イスラエルは、占領地を拡大する。まあ、イスラエルによって管理される領域が、拡大するという事態になりました。この当時、エジプトのシナイ半島、そしてシリアのゴラン高原と並んでイスラエルの管理下に入ったのが48年に形成されたガザ地区、そしてヨルダン川西岸地区です。この西岸ガザ地区が占領状態に入るということ、これはすなわちここに暮らしているパレスチナ人たちにとって、まあ、占領者としてのイスラエルという顔が、はっきりと日常の中に出てきてしまうということになりました。これをどうやって解決していくのか、占領状態からどう抜け出すのかということを、パレスチナ社会は模索をしていくことになります。1987年第一次インティファーダというのはそうした試みの一つでした。パレスチナ人による大衆蜂起、石や、簡単な、棍棒などを用いて、重武装したイスラエル兵士に立ち向かっていくと、そういった姿が国際メディアで注目をされました。1993年、オスロ合意というものが、パレスチナ人の代表組織である PLO、パレスチナ解放機構とイスラエルとの間で結ばれ、今後はお互いの存在を、認めた上で、問題の解決は政治的な交渉によって行いましょう。もう戦うということで問題を解決する。まあ、対決していくということではなくて、交渉していきましょうと。いうことが取り決められました。しかし、そうした試みは2000年代に入って、頓挫をしてしまったというのが悲しいかな現実です。この20年間にわたって、実質上、パレスチナとイスラエルとの間の交渉というものは進展を見せず、一方で、交渉するはずの対象である、ヨルダン川西岸地区などでは、入植地の建設、または拡大。そして、エルサレムに関しては、アメリカのトランプ、前政権が典型的でしたけれども、イスラエルの管理地なのであると、イスラエルのものなんだ、ということが宣言をされていく。そうした変化が、今、パレスチナ社会とイスラエルで起きていると。そうした変化によって、現在のパレスチナとイスラエルの状況が生まれているということです。2007年に、暫定自治政府の内部で分裂が生まれます。
選挙が行われて、選挙に勝ったハマス、そして選挙に負けたファタハ、この二つの、党派、政治、組織の争いです。その結果、ハマスがガザ地区を実効支配するに至ったのは2007年。そして、ガザ地区に対する非常に厳しい、経済封鎖、まあ、封じ込めと、私は表現することが多いですけれども、そうした、イスラエルによる封鎖というものが、とても苛烈な形で進んでいくのも、この2007年頃からです。ですので、実はここで私はお話をする、ガザのお話を特にするということに若干戸惑いを覚えています。なぜならば、私自身が大学に入りまして、中東について勉強していこうということを、始めたのは2006年のことです。そして中東に初めて足を踏み入れたのは2007年でした。私にとって中東というものに自分で足を、踏み入れる、訪問することができるようになったその頃からガザ地区は封鎖下にあり、私はガザ地区に行ったことがないですね。だからこそ今回のこのプレゼンテーションということをどうしようかなと、思っていたわけです。ただ、映像を見たときに、これはお話をした方がいいだろうということで、今、皆さんの前で、まあ、恥ずかしながらお話をしています。ガザ地区の中で暮らしていた人々が、あの映画の中ではたくさんいました。その中の、チェロを弾く女性が、こういうことを言っていました。どこかの島にいる自分を想像すると、そこには海が広がっていますと。私たちはその逆の想像をしなければならないと思います。私たちが容易に踏み込めない、踏み入れない、そのガザという場所に生きている人たちの生活です。それは、もしかしたら、今、私たちが送っている社会生活から想像を絶するような、そういった、生活、社会かもしれません。しかし、こうした映画など、また、この後、お話があると思いますけれども、ガザ地区にも足をしっかり運んで、活動している NGO の方、または報道機関の方、国際機関の方たちからの話を聞くことによって、私たちはガザ地区に対する想像力を広げることができ、そこで何が起こっているのか、そしてこれから何が起きるのか、どういったこの先、未来が描けるのか、それを考えられるのではないかというふうに思っています。ガザ地区の人々の生活というのを、数字で少しだけご紹介をしておきましょう。2006年頃から、まあ、先ほど2007年から封鎖が始まりましたと言いましたけれども、ハマスが選挙に勝ったのは2006年のことです。ですので、2006年頃から徐々に封鎖状態が続いていきました。で、ガザ地区は人の出入り、物資の搬入が厳しく制限されるようになっています。今もその状態です。2023年、物資の搬入、搬出には変化が、前年と比べてありませんでした。イスラエルへの出入りというのは、2004年以降最高の水準だと言われましたけれども、月平均5万人ぐらいです。ガザ地区の総人口、200万から250万と言われています。そう考えると、まあ、仮に200万と少なく数えたという場合でも、人口の2%が、出入りをできているに過ぎない。しかもこの、出入りをしている5万人、重複はないんでしょうか。そう考え始めると、ガザ地区から外に出ること、外の世界を見ること、これも、やはり、ガザの人々にとっては想像を絶する、なかなかまだ考えられないと、非常に、珍しい経験になってしまうと、悲しい現実があります。ガザ地区に関して国際連合は、2012年にレポートを発表しました。そのレポートのタイトルは、2020年、ガザ地区には人が住めるんだろうか？ガザ地区は人が住む環境にあるんだろうか？そういった環境にあるんだろうか？という問いをタイトルにしていました。で、その、問いに対して答えはノーだったはずです。つまり、この、ガザ地区の中で電力不足などを理由にして、生活の汚水ですね。トイレで流すものです。それらの処理ができなくなっています。そうなってから、久しいです。そうなりますと、そうした汚水というのは住宅地のちょっと外側に大きなため池を作って、保管する。または海に直接流す、処理をせずに流すということになります。
この結果、ガザ地区の中で安全な飲料水、食料の確保というのが難しくなっているということが言われています。貧困状態も非常に、深刻です。2022年、昨年ですね、の段階でガザ地区の失業率は47%に達しています。若者に限れば64%です。非常に高い数値です。人口の65%以下が貧困ライン以下で生活をしています。難民に限ればその数値は80%を超えます。そして、ガザ地区の住民のかなりの部分を占めるのは難民たちです。非常に生活の、状態としては苦しい立場にあると言っていいでしょう。ガザの人々のうち80%の住民が何らかの人道支援に頼って生活をしています。先ほど、皆さんと一緒に見た映画の中でも、確かに富裕層と言えるような、人物も出てくる。それもガザの現実です。まあ、登場人物のちょっと割合を考えていただきたいんですけれども、確かに80%の住民が何らかの人道支援に頼っている、それぐらいの、人物の割り振りをしていたのではないでしょうか。その点でも、よく描かれている、ドキュメンタリーだと私は、見ていました。このガザに対して、現在イスラエルは、電気や水を止めるという、完全封鎖を宣言しています。この完全封鎖、まあ、いわゆる集団懲罰と言ってしまっていいと思いますけれども、これに対しては EU などが国際規範に反するのだということで非難を向けています。また、ガザ地区では過去に、この映画の中ですと、2014年の大きな、ガザ戦争と呼ばれるものが取り上げられていたと思いますけれども、そうした戦争の時には、クラスター型の白リン弾と呼ばれるような非常に強力なタイプの兵器が使われたということもありました。今回、もし、戦闘が、長期化する、また大規模化する場合に、どういった、兵器のもとで、どういった攻撃のもとで人々は暮らすのかということは、考えておかなければならないと思います。さて、ラップをしている若者が出てきたと思います。俺たちはチャンスが欲しいという歌詞がありました。ガザの人々のチャンスというのはどこにあったんでしょうか。国際社会はガザの人々にチャンスを与えてきたのだろうか。それは日本も含めですけれども問われている、と思います。アメリカに関して言えば、今回、ハマスが、民間人を含めて1300人とも言える、人々をイスラエルの、領内に流入して殺害をするということに対して、非常に強い非難を述べ、イスラエルと共にある、イスラエルを支援するという立場を、明確にしています。この立場は、アメリカが東地中海に空母艦を、主体とする部隊を、まあ、攻撃部隊を派遣すると、そうした動きになっているわけです。アメリカが登場することによって、様々に周辺国などとの関係も若干変わってくるのかなというふうに考えています。アメリカによる空母が到着して、ブリンケン国務長官がイスラエルでの政策当事者との会談を始めているという報道があった後ですけれども、ロシアのプーチン大統領がガザ地区の封鎖というのはレニングラード包囲と同じ行為だということで、まあそれは翻って、ガザの人々に対して支援をするというメッセージを発しています。まあ、イスラエルの封鎖は受け入れがたいと。周辺国の思惑というものが、徐々に、弱気される、または、招き入れられようとしている、そうした点も私たちは改めて考えなければいけないのではないかと思っています。こうした、状態に対して日本政府は、パレスチナ社会とイスラエル、双方との信頼醸成に尽くしてきました。それはオスロ合意以降、この両者との関係を良好に保ち、かつその、日本対、パレスチナ、日本対イスラエルの関係の、良好さを持って、紛争当事者間の、対話のチャンネルができないかということを模索してきたわけです。その立場というものを、今回発揮できるのか、再び。つまりは、両者の間での、対話や、少なくともコミュニケーションのチャンネルを、作ることができるのだろうか。それは日本にも、問われているし、周辺国、カタル、エジプト、トルコといった諸国にも、そうした役割が期待され、また、これらの国は、そうした仲介努力に
乗り出しているという報道もあります。さて、情勢の見通しをお話しして終わりにしましょう。地上侵攻の可能性に関して、私、これを5時、45分から見始めてしまったので、ちょっとインターネットを見ていないんですけれども、今、この瞬間に起きていますと言われても、私は驚かないと思います。過去には空爆を開始してから1週間、7日から10日ほどで地上侵攻ということになりました。イスラエルによって、空爆が開始されたのは、ちょうど1週間前です。そろそろ、あってもおかしくはない。戦時内閣形成によって準備は整っているというふうに言えると思います。実施された場合の犠牲については、非常に多くの人々が今の、犠牲者よりもさらに、桁違いに増えるというふうに考えています。ネタニヤフ首相はハマスはイスラム国であるというふうに非難をしました。また、イスラエルのヘルツォーグ、大統領は、この野蛮さというのはもう獣の野蛮さなんだ。獣の野蛮さなんだ。というふうに言っています。そうした、テロ組織、野蛮な、者たちというふうに位置づけられた相手に対して、どういった暴力行為が行われるのか、まあ、どういった軍事、作戦が行われるのか、これは、非常に恐ろしいことだと考えています。ガザの民間人への被害、そして、もちろんイスラエル兵士の、死傷者の数、そういったもの、さらには、ロケット弾を発射することによって、イスラエル市民社会への影響というのは、必至です。必ずそういったことが起こります。悲しいことが起こることが目に見えている。だからこそ、どうやったら終わるんだろう、どこに終わりがあるんだろうということを考えなければなりません。現段階で、長期的に続く休戦が行われるのかというと、見通しは、低いと考えています。仲介者たちがどのようにチャンネルを作れるのか、そして、ハマス、イスラエルとの間のそれぞれの落としどころはどこなんだろうか、ということが模索をされている。で、それが見えないと、言わざるを得ない状態です。地域情勢に大きな懸念が生じています。西岸地区において、今年は、過去15年で最もパレスチナ人の死者が多い、緊迫した、都市でした。この、西岸情勢に、今回のガザのことが波及しないとは私は思えません。また、イスラエル北部には、イスラエル人口の2割を占めるアラブ系市民が暮らしています。このアラブ系市民とユダヤ系愛国主義者との間での、まあ、社会的な亀裂というものが刺激されることも考えなければなりません。北部のレバノンによるゴラン高原の迫撃砲の、発射なども、行われている、ミサイルの攻撃なども行われている中で、地域情勢全般の行方を左右しかねない、そうした重大な出来事が起きている。ここに対して、日本だけではなくて、国際世論として、いかなる主体によっても民間人に対しての犠牲は許さない、そうしたものは受け入れがたいと、そういう声を上げていく必要が私はあると考えています。短いところでしたけれども、以上で、私からの話を終わりにいたします。鈴木さん、ありがとうございました。まあ、今、まさにどの瞬間にも地上侵攻が始まってもおかしくないというお話がありましたけれども、まあ、情報をチェックしているとですね、まあ、避難中の住民110万人の人々が今、南の方に、まあ、全部ではなくても移動している人たちがいる中で、まあ、死者が出ているというような情報も今あります。まあ、一つだけですね、手短に聞きたいんですけれども、人道回廊ですね、まあ、今、完全封鎖がされているわけですけれども、医薬品も入らないような状態、水も入らないような状態、これを、回廊についての動きというのは何かありますでしょうか。現在のところ、特段大きな動きがあるとは、見ていません。今、ここにスタンバイをしてしまって、この間に動きがあるかもしれないし、あってほしいと願っています。しかし、そうした動きというものは、私が認識している限りでは、事故力を持って、起きているとは考えていません。はい、ありがとうございました。それではまた後で質問を投げかけていきたいなと思いますけれども、まあ、ここで、ガザ現地で支援活動を行っている国際協力関係の団体、3団体にそれぞれからですね、まあ、現地の様子などを報告していただきたいと思います。まずは日本国際ボランティアセンター広報の並木麻衣さん、お願いいたします。はい、ありがとうございます。聞こえますでしょうか？はい、大丈夫そうですかね。私は特に画面共有とかはせず、
お話をしていきたいと思うんですけれども、私自身は2006年から2007年にパレスチナとイスラエルに留学いたしまして、2016年にエルサレムに、駐在しまして、ガザの方も出張ベースで訪ねておりました。で、実はこの今日の映画なんですけれども、少し翻訳をお手伝いした部分がありまして、で、今回関根さんに、こうやってオンライン上映企画していただけたこと、本当に嬉しいです。今から壊されようと、もっと壊されようとしているものがですね、どんなものなのか、一人でも多くの方に知っていただきたいなと思っていたので、はい、調整いただいて本当に感謝です。皆様もご参加くださって本当にありがとうございます。で、JBC はですね、普段は、ガザと東エルサレムで活動しているんですけれども、ガザの方では、子供の栄養失調予防だとか、子供の発達をサポートするための活動をしております。で、現地には、パレスチナっていうとこ、外から見てるとすごい悲惨なところに見えるかもしれませんけど、現地の方々がすごい努力をしていて、たくさんの NGO、NPO があるんですね。で、そのうちの一つが私たちのパートナー団体で、子供の栄養とか発達に特化した団体が、保健に特化した団体があるんです。アレグリンさんっていうんですけど、そこの方々と一緒に、コミュニティで子供の成長を支えるというような活動をしております。で、30年間 JBC はパレスチナに関わってきていますけれども、すいません、子供柄に言っております。現地の方々からですね、言葉を託されることが、私たちは本当によくあります。もちろん皆さんもそうだと思うんですけれども。で、今回はですね、私の時間を使って、ガザ出身の女性の言葉を一つ皆さんにご紹介したいなと思って、シェアできたらと思っています。で、私の友人なんですけれども、活動を通じて知り合った女性で、本当に聡明な女性なんですけれども、本当に残念ながら、やむを得ない事情で、子供が4人いるんですけれども、子供と引き離されて、彼女自身はヨルダンに、4年前から、滞在をしているという方なんですね。なので、彼女は4人の子供たち、お連れ合いに親権を奪われてしまった4人の子供たちがガザに行って、彼女自身は今、アンマンに滞在しています。で、ちょっと昨日彼女が言ってたことを読み上げたいと思います。木曜日に奇跡的に子供たちと電話がつながりました。4人の子供のうち、一番上のティーンエイジャーの息子は、ママ、今までのことを言う、ごめんなさいと泣いていて、一番下の愛する小学生の娘は、電話の向こう側で、ママ、ここから出してと泣き叫んでいました。私は何もしてあげることができなくて気が狂いそうです。こんなことなら、ガザから出なければよかった。子供たちのそばにいたい。子供たちと一緒に死ねればよかったのにと思っています。どうしてガザはこうなるんでしょうか。私たちは人間なのに、子供たちには何の罪もない。ガザの外の人たちと同じ人間で、母だったり、父だったり、先生だったり、医者だったりするのに。アンマンでニュースを見ていても絶望します。私たちは数字じゃない。数字で数えられるものじゃないんです。動物でもない。人間なんです。でも、誰も私たちのそばに立ってくれない。こんなに狂ったことが起きているのに。私の子供たちはきっと死んでしまうんです。でも誰も私の子供たちが殺されるのを止めてくれない。私の子供たちもまた数字で数えられるものじゃないのに。こんな言葉も私たちの口から出たら誰も信じてくれません。でも、あなたなら、そして JVC、あなたたちの言葉なら世界は信じてくれるかもしれない。だから伝えてほしいんです。こんなこと言ってごめんなさい。本当にごめんなさい。でも今私にできることはこれだけなんです。ガザに心を寄せるのにイスラム教徒である必要はないんです。人間であればいいだけ。私たちに権利と自由のある普通の暮らしをくださいと。はい、そういうメッセージを受け取りまして、本当これは私の手元に留めておくべきものではないので、今皆さんにお伝えしました。で、私はですね、やっぱどこの誰であっても、イスラエル側だろうが、パレスチナ側だろうが、自分に咎のないことで、市民が命や暮らしを奪われていくということは、本当に、
許してはいけないことだと思っています。で、今、まあ、イスラエル側でたくさんの犠牲が出て、これも本当に許しがたいことだと思ってるんですけど、まあ、そういったことがあったから、ガザの方でも、誰かが殺されるのが当然だというふうな空気をちょっと感じているんですけれども、インターネットとかで特に。まあ、何か理由があれば、市民を殺してもいいというのであれば、それは、まあ、仕方がないとか、犠牲者は死ぬべき人たちだったっていうふうに正当化してしまう、中の理由で正当化してしまうのであれば、それは私たちの国で過去に起こったこともやっぱり正当化してしまうような、ことだと思うんですよね。原爆だったり、私の祖母は東京大空襲に巻き込まれていますけれども、そういう一般市民の方々が、暴力に巻き込まれるということは本当にあってはならないことだと思っています。で、誰でもいいからと現場の人たちは言うんですけども、本当に早く止めてほしいと。これは起こらないといけないことだなんて思ってほしくないと。起こってはいけないことなんだと止めてほしいと、みんなが言っています。で、日本の NGO でもですね、いくつかの団体でまとまって、日本の外務省に対して、この暴力の応酬を止めるために最大限の外交努力を求める要請文を出しています。で、今後も働きかけを進めていきますけれども、やっぱりこれはおかしいんだというふうに、皆さんにも、ぜひ声を上げていただけたらと思っています。緊急支援の準備を私たちはしてます。で、そちらにもたくさんの支援をいただいていて、本当に嬉しいんですけれども、で、支援は本当に足りないんですけれども、まずは止めるために、一人でも多くおかしいことが起こってるんだというふうに声を上げていただけたらと思っています。はい、私からの発表は以上になります。関根さんにお返しします。そうですね。戦争をそもそも止めるんだと、停戦をして、とにかく暴力、双方の暴力の応酬というのが早く止まるようにですね、日本政府には動いてほしいと、個人的にも思っています。一つだけ、今言ってたかもしれませんけども、現地職員の皆さんの様子、連絡は取れてるんでしょうか？無事なんでしょうか？一言だけお願いします。はい、パートナーだと、JVC の日本人職員はみんなガザの外から出張ベースでガザに行ってるので、今ガザにはいないんです。みんな無事です。でもパートナー団体のスタッフたちは、まあ、電波があるときに連絡をくれて、今のところは無事が確認されていますけれども、どうなるかはちょっとわかりません。元スタッフは北部に住んでいますから、今避難をしている最中かもしれません。本当に誰が殺されてもおかしくない状態なのかなと思っています。ありがとうございます。それでは2団体目になりますけれども、パレスチナ子どものキャンペーンの手島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。関根さん、皆様、今日はご参加いただきましてありがとうございました。まずはすべてのですね、こちらの、犠牲者の方々。または、今、命の危険にさらされている方々、すべてですね、哀悼の意を、申し上げたいと、またお見舞いを申し上げたいと思います。少々お待ちください。こちらは、ですね。私は資料を準備をさせていただきましたので、ご紹介をさせていただければと思います。皆さん見えていらっしゃいますでしょうか？また、音声が、届いているものということで、こちら説明させていただきます。そうですね。もう、ガザのこの状況というのは、割愛をさせていただきます。ニュースと、また、鈴木先生が、テレビで解説をされている通りということです。で、この今の状況ですね。これも国連の、発表なんですが、もうもはや刻一刻と状況は変わっているので古いということですね。死者は2000人を超えたというニュースもありますし、国内避難民は45万人以上と、また避難状況も刻一刻と変わっておりますので、ここもすみません。またニュース等でご確認をいただければと思います。で、またこの現地のスタッフの声、これももうもはや古いんですけれども、うち、東海はですね、この、スタッフとやり取りをしてたんですが、もう今ほとんど連絡が取れません。で、ただ安否は確認をできていて、そこで、その亡くなったとかそういった、
状態ではないのは分かっているんですけれども、ご覧の通り、これもう危機が始まってからですね、今までずっとこれもう、無数に、テキストメッセージやボイスメッセージが受け取られています。なので、こちらはですね、もう本当に、紹介のしようがないぐらいにかなり多いです。で、そこで、昨日、イスラエル軍からの発表で、ガザ北部とガザ市内に住む方々、この110万人と言われているんですけれども、その方々が、南部に退避するようにという宣告、24時間以内にという宣告がされましたけれども、この反応を見た、私たちの、これ、実際のスタッフの声です。もう一回難民になるのは嫌だと。で、高齢者の両親がいるのに動けるわけがないではないか。で、もう一回難民になるくらいならここで死ぬと。もう動きませんという、スタッフのですね、これは家族、ご家族がおっしゃっていたと。で、今もまだ動いていません。はい。多くの方々が今移動しているのですけども、今まだ動いていないという状態です。で、また、つい先ほど、もうほとんど連絡が取れないので、27時間ぐらい全く、電話をしてもテキストメッセージを送っても既読にはならなかったスタッフから、たった今ですね、14時ぐらいです。ちょうどイベントが始まる前に届いたメッセージがあります。これ後でお聞きいただきたいんですが、今ガザの中部にいるんですけれども、必死に子供を守ったと。今生きているのが信じられないという声が、つい先ほど届きました。はい。で、あとこれもう一つですね。ほとんど、報道されない、この、まあ、失礼いたしました。今、と、あの、うちは、イスラエルの、人道支援の団体とも共同で、事業、活動をしてるんですけれども、こちらは、南部イスラエルに、パレスチナ筋のベドウィンの方々が多く住んでいらっしゃいます。その子供たちの支援をしている団体からの、こちら報告も入っておりまして、そのイスラエルの南東部に住んでいるベドウィンの方、こちら民間人16人が犠牲になりました。これはガザからのロケット発射の影響です。で、また、46人が行方不明です。これが人質に取られているか、まあ、もしくは、まあ、どこか、連絡が取れなくなったのかというのは一切不明なんですけれども、未だにこちら、10月7日から連絡が取れていない状態になっております。で、また、イスラエル国内は、そういう、まあ、ロケット被害がある方々の支援を、まあ、イスラエル国内の団体がやっていますが、このベドウィンの方々の支援は届いていないということです。なので、今回のこの提携団体は、ベドウィンの方々で、ロケットの、砲撃の被害に遭った方々への、まあ、物資支援等をやっております。で、また、ベドウィンのこの背景については、また別途発表させていただきたいと思うんですけれども、イスラエル政府から承認をされていないので、全く公的な支援、この緊急支援も届かない状態です。はい、地図なんですが、地図もこちら、ガザから、もう遠くないところに、約25万人の、ベドウィンの方々。それで政府から承認されていないベドウィンの集落、村を含めて35箇所あります。で、ロケットの被害が本当に及びやすいというのも、ご理解いただけると思います。はい。で、今回の活動支援ですね。支援活動は主に、ガザではこういう、まあ、エルサレムではなくて、イスラエルの南東部にも、支援をしている内容ですけれども、はい。こちらも、どんどん、写真を見ていただきたいと思います。で、こちらリハビリですね。戦争やそういう、まあ、軍事侵攻に巻き込まれた子供たちが、やはり、まあ、身体障害を負ってしまう、ケースが多々ありますので、リハビリの施設の、支援であったり、こちらは、はい、こういったようにリハビリを実際にするという活動もしております。そしてまた、公教育も、あり、まあ、理科教育の質向上事業であるとか、理科室の修復事業、このように立派なものができたと自負をしているんですが、もうこのようにですね、こちらはすみません、ベドウィンの、イスラエル南部のベドウィンの村の方々ですね、活動の様子です。はい。で、このようにガザも、まあ、ビルがあったり、綺麗なモスクがあったりという状況なんですけれども、はい。今の状態です。
これスタッフの友人が撮ったところで、まあ、ニュースエージェンシーにも使われているというふうに聞きましたが、まさにこれは当家の事務所の5分、歩いて5分以内のところですね。ガザの中心部で商業地。このように、もう粉々に粉砕されているという状況です。はい。まず、町の機能がとかっていうことよりも、やはり今の避難勧告で逃げろと言われても、こういう状態でどう逃げられるのかと。道が塞がっていて移動できないと。そういう状態が、あるところが多々あります。で、国連の学校、こちら左側に見えますけれども、その近くも、まさに、避難所になっているところかもしれませんが、爆撃の危機に、危険にさらされています。この瞬間、爆撃はまだ止まっていません。はい。で、ここでですね、当会の、スタッフから、まあ、これ4日前に届いた映像なんですけれども、一部、不快な、ところがあるかもしれません。こちらはご容赦いただければと思います。まさにうちのスタッフが病院に呼ばれて、で、いとこが亡くなったので、遺体確認Hello everyone, this is Khalil. I am at Al-Andalusi now because my cousin has been dead. As you see, all these are dead people from the bombing. Something hard to see. Something horrible. That's what's happened. 途中ですが、こちらで、はい、次に紹介させていただきたいと思います。で、そこで今のハリールなんですが、こちら、もう本当にもう移動して逃げてきて、で、どういう状態だったのかというのが、27時間連絡が取れませんでしたが、先ほども申し上げた、つい先ほど、ボイスメッセージで、私のところに、もう何とか送ってきてくれた、同じ、スタッフですが、こちらの、ボイスメッセージを送ってきました。Hi, Mas, how are you? Alhamdulillah, I'm still alive and my family is still alive. But yesterday, I saw the death twice. First, they shot the house beside our house, and our house almost destroyed. And all the stone come on me and my children when I was hug him. And after that, we tried to evacuate. Like what the evacuation, that was very, very hard. The even when we are evacuation, they shoot us. They shoot many cars beside us. I saw the dead people in the street beside me. All my family screaming. I don't know how to explain. I am now in the middle of Gaza. It's like a miracle. Until now, I don't believe that I arrived here. But inshallah, inshallah, everything will be good, inshallah. Thank you, Master. Sorry, I cannot update you. You know, the internet and situation is very hard, Master. Thank you, Basha, thank you. Hi, ありがとうごMaster. ざいます。こちらも、はい、まだまだ写真もありますけれども、はい、ちょっと伝えきれないものがあります。が、しかし、ちょっとお時間の関係で、すみません、途中になりましたが、はい、このようにですね、彼の車も、爆撃の対象に遭い、そして、まあ、埃と、まあ、薬品等がかかった状態になったり、で、今これも、まあ、ビデオなんですが、今朝、6時半に届いたビデオですね。はい、これも今もうまさに爆撃が起きているというところで、24時間以内に、退避をするという、全く、本当に矛盾した、状況と、まさに、未曽有の人道危機とは言えない、もうまさに焦土と化している状態ですね。はい。お時間が来てしまいましたが、はい。またこちらも、フォロー等も、していただければと思います。本日はありがとうございました。手嶋さん、ありがとうございました。逃げずにここで死ぬというような表現をされた人を本当にショッキングに聞いていました。まあ、途中で道中、まあ、爆撃を受けたりもされているということですよね。本当に世界で最も人口密集している地域の一つのガザ地区は逃げ場がない、シェルターもない、どこに逃げればいいんだという声をたくさん見聞きします。また後ほど質問を投げかけさせていただきたいと思います。
3団体目なんですけれども、国連パレスチナ難民救済事業機構、UNRWAの清田さんがですね、今、緊急支援活動に入っておりまして、どうしてもこの場に来ることができませんでした。代わりにですね、ガザ在住の現地職員、吉田美希さんが来ていただいています。吉田さん、お顔を出せますでしょうか。見えますでしょうか。見えております。そしたら吉田さん、よろしくお願いいたします。現在の状況を教えてください。関根さん、皆さんありがとうございます。急遽ですね、私の方で対応させていただくんですが、残念ながら映像ですとかそういったものを用意する時間がなかったので、このままお話しさせていただければと思います。私が働いている分類は、国連パレスチナ難民救済事業機関というのは、先ほど鈴木先生のお話にもありましたけれども、1948年の第一次中東戦争におきまして、発生したパレスチナ難民の支援をするということを目的に、1949年に設立されました。保健ですとか教育、福祉などのサポートをしているんですけれども、こういった現在のような緊急支援、緊急事態においては、緊急支援などを行っていて、ガザを含め5カ所、ガザとヨルダン川西岸地区、ヨルダン、シリア、レバノンにおいて活動しております。もともと70万人のパレスチナ難民というのが1948年の時点で発生していたんですが、その後、ジェネレーションが4世代、5世代にわたって、時間が経つにつれて、増えている状況の中で、今、8倍にもなる560万人ほどの、パレスチナ難民の支援を続けております。もともとですね、3年間のマンデートとして、設立された、団体ではあるんですけれども、今年74年目、来年にはもう75年になってしまいますが、これは本当にお祝いするべきことではなく、それだけ、パレスチナ難民の問題というのが、これまで、解決されないまま、続いているという事実であります。また、日本とのつながりという点におきましては、今年ですね、日本政府が、UNRWAに対しての支援を、開始してからちょうど70年となります。1953年に日本の支援が始まってまったんですけれども、それは日本が国連に加盟する3年前のことでした。日本が国連に加盟したのは1956年でしたので、その前からUNRWAのパレスチナ難民支援を日本政府は続けているということになります。私はですね、2016年の4月からガザ事務所の方に赴任しまして、これまで約7年半にわたって、UNRWAのガザ事務所で勤めております。普段は、戦略プランニング部というところにおりまして、またこういった緊急事態においては、緊急時の対応ですね、ガザにおいて、ガザの UNRWAの学校というのは、緊急時のシェルターとして使われておりまして、多くの方、家を失った方、また、自分たちの住んでいる場所が、危険にさらされている方たちが、避難を、安全な場所を求めて避難してくる場所です。先ほど手嶋さんの、プレゼンの中にもありましたけれども、本当に刻々と、状態は、時代は変わっておりまして、その40万人以上の人たちが、避難をしていたというところなんですけれども、現在、北部やガザ市の方からまた南部の方に、多くの人たちが移られているということで、すいませんが、今現在の、数字というのはちょっと今手元にありません。そのシェルターの中でですね、食料ですとか、マットレスやブランケットなどの、必要なものですとか、また安全の水の確保、そういったことをしながら、支援を続けているところであります。私自身は、現在、ヨルダンのアンマンにいます。というのも、9月の28日にガザを出て、ガザの中学生3名とガザの先生1名、計4名と一緒に、
9月28日木曜日に、ガザを出まして、そこからアンマンに行き、で翌日、アンマンから、ドバイを経由して日本に行っておりました。もしかしたら、報道などで、ガザの子供たちの、日本での、活動など見ていただいた方もいるかもしれないんですけれども、まあ、子供たち、そのガザの状況、ガザで生きるというのはどういったことなのかということを、ぜひ日本の人に知ってもらいたいということで、いろんな、場所で、彼らの、夢ですとか、そうですね、まあ、希望ですとか、まあ、そういったことを、いろんなところでお話をしてくださいました。で、そうですね、9月30日から、10月8日まで日本にいたんですけれども、まあ、今回の戦争は10月の7日に始まりまして、我々は、その2日前から広島の方に行っておりまして、広島から東京に戻る、新幹線の中でこの、ニュースを聞きました。もう子供たちも、先生も気が急ではない状態で、家族と、頑張ってこう連絡を取るような状況だったんですけれども、本当に、混乱と、情報が得られない中でも、13歳、14歳の彼らは、立派に最後の、イベントにも登壇してくださって、彼らの、そうですね、これまで、何度も生まれてから、何度も経験した戦争ですが、その中でも、教育が希望であり、教育が、彼らの酸素であり、教育こそが、自分たちが輝けるチャンスであるといったことを、伝えていて、自分たちの、夢などを語ってくださったんですが、その翌日にですね、予定通り、東京を出て、また、ドバイ経由で、アンマンの方に戻ってきたんですが、今週の、月曜日9日ですね、にアンマンに着いたんですが、やはり、ガザに戻ることは残念ながら、難しいので、私も、彼らと共に今、アンマンの方で、にいる状況です。そうですね。その子供たちをどう、するかということで、その彼らの親にもどのように、希望を聞いたんですけれども、これまでも何度も戦争がある中で、ガザの人たちは、の中には、子供を、自宅に全員とどめるわけではなく、例えば親戚に、1人2人置くとか、分けるというようなことを、過去にもしていたということを聞いてるんですね。同僚などもしていました。というのは、本当に万が一、自分たちが、滞在している家ですとかに、被害を受けたときに、家族が全滅してしまう可能性があるので、1人でも2人でも自分たちの家族が生き残るために、そういった、子供を分けるということをする人がいます。なので、今回、その子供たちが、今は安全である、アンマンの方に、たまたまいるということで、子供たちには安全なところにいてほしいからということで、帰ってこいとは言わずですね、ということなので、我々、UNRWA の、ヨルダンの事務所の方で、彼らの、サポートを今、続けている状況です。ただですね、帰ってきてからも、刻一刻とこう、状況は変わっておりますし、常に連絡が取れるわけでもありませんし、また、残念ながら、子供の一人は2014年にも、家を失っているんですが、2014年の戦争の中でも彼は家を失い、またその日本でのスピーチの中でも、自分は家を失い、また、多くの思い出を失ったっていうことを言ってましたが、今回も残念ながら彼の家は、なくなってしまいました。また彼、
の友達も亡くなってしまったりということが本当に現実に起きています。最後にですね、ガザの日常というドキュメンタリーをご覧いただいたかと思うんですが、私もすごく個人的に、思い入れの強い作品であります。というのも、2014年ですとかの戦争の映像ですとか、あと18年、19年に行われていた、帰還の大行進というものが、ボーダー近くでの、の、あの、帰還大行進というものがあったんですが、プロテスト活動があったんですけれども、その映像の多くを撮った、ユーセフさんという方が私のすごく仲のいい友人なんですけれども、彼も、ジャーナリストであり、ヒューマニタリアンの活動をしている方なので、この戦争が始まってから何度か話す機会もあったんですが、バッテリーですとか、そうですね、電気の状況も悪いので、SNS のストーリーなどがアップされたところを私はフォローしていたんですが、最後に話せたのが、昨日の午前中で、それ以来、話せていない状況であったり、また、他に、モナという女性が、男の子の、シングルマザーで、出ていたかと思うんですが、彼女は、その11歳の時に、13歳だったお兄さんを亡くしていて、彼女は、UNRWA の職員です。で、私も、ガザの中で、東日本大震災があってから、ガザの方で日本の人たちに連帯を示すということで、毎年3月に凧揚げを行っていたり、それ以外にもいろんな、日本のイベントというのを行っているんですが、モナは私の、一番のカウンターパートであり、一緒に活動をずっとしている、同僚であり、友人でもあります。彼女とも、昨日その、北部からや、ガザ市内から、南の方に逃げる、リバケートするようにという指示があった後に、一度、声をなんと言っていいのか本当に分からなかったんですが、とにかく生き抜いてほしいというメッセージを送ったところ、ボイスメッセージで、今、ミドルエリアに着きましたと。本当に懐がないので、今は、道に座っている状況だというようなことを、短いボイスメッセージで、もらってから、まだその後、連絡が取れていない状況なんですが、本当に、とにかく、今の状況が、一刻も早く終わって、で、また最終的に、そうですね、これが終わった時に少しでもパレスチナ難民、パレスチナの人たちの状況がより改善されるような動きが起きればいいなと、それ以上、それしか言えないですね。すいません、ちょっと長くなってしまいましたが、ここで終わります。吉田さん、ありがとうございました。映画の撮影にもたくさんの映像を提供されたユーセフさん、去年、僕と吉田さんで日本にお招きをしようという動きもあったりしてですね、僕も無関係ではなく、本当に安全を願っています。一つだけ手短にお願いしたいんですけれども、もしできれば、清田さんが今、どんなミッションで動かれてるか、一言でも二言でも、ちょっと聞かせていただくことできますか？そうですね。皆さん、ご存知かもしれませんが、今、完全封鎖、もともとガザは封鎖されていますけれども、今、本当に、人道支援も、入れられないような、人道回廊がない状況なんですけれども、それが、可能になるように、プッシュしているところでして、そういった、保健局長の方は、今朝、回廊の方に飛んで、そのサポートをしている状況です。今ね、エジプトの方にいらっしゃる、ガザの唯一の出口というのが、外国ではエジプトということなので、そちらの方にいらっしゃるということですね。はい、ありがとうございました。3団体の皆さん、ぜひ、ありがとうございました。ぜひ、それぞれが寄付金を求めてますので、
ホームページ等を見ていただきたいと思います。ここからはですね、質問コーナーということで、登壇者の皆さん全員、画面をオンにしていただきたいと思います。マイクもオンでお願いいたします。で、ちょっとスタッフの方で、ピンの方を立ててもらいたいなと思います。スタッフの人、ちょっとできたらお願いします。僕もやりながらですけれども。はい。で、すいませんけれども、参加者の皆さんはマイクのミュートでお願いいたします。すでに来ている質問があるので、そこからいきたいというふうに思います。そうですね。現地の、ガザの人たちがハマスに対してどんな感情を抱いているのか、いかがでしょうか。鈴木先生の方ですかね。はい、ハマスとゲ、あの、ガザ住民との関係、またパレスチナ人との関係というのを何か一言で語れるというのはありえません。それはハマスという存在は社会の日常生活の中で目にする対象です。そこには支持者もいれば、またはハマスによって拘束を受けた人もいる。決して秘密結社としてハマスが存在しているわけではないんです。ハマスに対して批判的な方もいる。だけどハマスを支援している人もいる。でもそれが今議論できる落ち着いた状況にあるのかということはやっぱり考えなければいけないと思います。現在、そうしたことをパレスチナ、またガザの人たちに問える状況にこの人々はあるんでしょうか。まさに今命が失われるかもしれないという恐怖の中で怯えている人々です。やはり、あなたたちのことを見捨てないというメッセージ、そうしたところからの、始まりなのかなと私自身は思っています。ありがとうございます。そうですね。現地のガザの人たちがイスラエルに対してどんな感情を抱いているのか。これもちょっとパクッとした感じになっちゃうかもしれませんが、お願いします。これもやはり同じ答えになります。イスラエルで労働をしているパレスチナ人は決して珍しい存在ではありません。個人的にイスラエル人と友人であるということもあるでしょうし、イスラエルの方にガザ地区の中で言えば出ていけない壁の向こう側を眺め合っているという人々もいるわけです。その人が置かれている状況によって、相手の姿は大きく変わって見えます。今、ガザの人々に見えているイスラエルの姿は空爆、そして地上侵攻してくるかもしれないという命に関わる脅威として映っている。今、そう言うしかないと思います。ありがとうございます。続いていきます。ハマスは2006年の選挙でガザの住民の過半数の支持を得ました。ガザでの選挙制度はどんなものなんでしょうかと。ガザだけではなくて、当時、西岸地区も含めて選挙をしました。そして、過半数を得たのは、議会の議席の問題です。当時、選挙制度は、132議席のうち半分が比例区、半分が大選挙区でした。比例区、つまりは票の数で争うところでは、ファタハとハマスは拮抗しています。差がついたのは大選挙区、つまり、選挙区の中で、複数名の候補者、それは、5名とかそういった形になるわけですけれども、そうしたところで差がついた。それはファタハの側が、候補者を絞りきれなかった。ちょっとイメージとして聞いてほしいんですが、5人の候補者が、当選する選挙区に10人の、候補者を送り込んだ政党と、3人の候補者を送り込んだ政党で支持率が同じだとしたら、どちらの方が有利になるかということですよね。票が割れるということを考えれば。そうした理由でハマスが、2006年選挙で勝利しています。これが背景です。はい。映画でね、ドキッとしたことありましたけども、ハマスがいなければ問題は解決するはずですというようなね、表現された方も中にはいたわけです。はい。続いて質問です。ガザの人口の45%は子供だと聞いています。たくさんの、戦争をすでに経験しているわけですけれども、学校教育の現状、現状っていうのは、今起こっている戦争の前ということでしょうね。お願いいたします。これも私でよろしいですか？これはよかったら吉田さんとかにそれが聞けよろたらしいいいとかなと思思いいまます。す。吉田さんいかがですか？聞こえすまみませす？ん。はい。ガザにおいてのですね、学校教育の現状ということを教えていただけますか。学校教育の、ごめんなさい。聞こえますか？はい、聞こえます。学校教育の現状を、もし、よろしければ伝えていただけたらと思うんですけれども、聞こえますか？大丈夫ですか？
そうですね。ガザ内での学校教育というのは、難民の方に関しては、運営が運営している学校に、小学校から、日本でいる中学校まで、9学年ありまして、そちらに行っていただいていることが多くて、また、難民以外の、子供たちは、ガバメントの、学校に行っているような状況です。もちろん、現状にしましては、もちろん、教育は止まってしまっているんですが、教育が、子供たち、ガザにいる人たちにとって、唯一の希望であると考えている人たちがとても多いので、その運動であったり、その義務教育というか、中学校が終わった後も多くの人が、ハイスクール、高校ですとか、また大学のお金があれば大学まで進んで、将来のために、頑張って勉強している人たちがたくさんいます。教育レベルはすごく高いのではないかなと思いますね。で、また、この前、日本に行ったガザの中学生に関しても、ガザを初めて出たんですが、その教育熱心ということもあって、本当に英語ももうネイティブ並みにすごく話せたりですね。それっていうのは、YouTube だったりとか、ソーシャルメディアで勉強したり、学校で得られる教育以外にも、すごく、将来に向けて、力を入れている人が多いというのが、その印象です。ありがとうございます。もう一つだけ聞きたいと思います。ガザの人々にとってアルアクサモスク、イスラム教だったりアルアクサモスクはどういう存在なのか、今回の、ハマスが、戦争を起こした原因の一つにもなっているかもしれません。アクサモスクに、礼拝ができないような状況があったとは思いますけれども、このあたりはどなた、やっぱり鈴木さんですかね。はい、わかりました。アルアクサモスクというのは、メッカ、メディナについて、イスラム教にとって第三の聖地と言われています。さらに言えば、メッカに対して礼拝をする前は、エルサレムに向かってムスリムは礼拝をしていた。その点で言いますと、非常に重要な聖地と言える。ただ、パレスチナの人々にとって、これが宗教的に重要なもの、だけではないということを考えておく必要があります。あれは、自分たちの故郷に対する権利であるとか、自らが持っている、当然、保障を受けるべき将来への、希望であるとか、そういったものの象徴です。そこに対して何かしらの冒涜行為であるとか、攻撃がもしあった場合ですよ。それは、イスラム教徒だけではなくて、パレスチナ人、それはキリスト教徒も、いるわけですけれども、そのパレスチナの人々にとっての象徴的なものというふうに考えた方がいいでしょうね。ありがとうございます。そしたらここからですね、並木さんの方にも手伝ってもらって、特に気になる質問からですね、ピックアップして投げかけ、またはご自身で回答いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。ただちょっとこの会自体が7時15分で終了予定だったんですけれども、これちょっと質問がいっぱい来ているので、伸ばしてもよろしいですかね。一旦、7時15分で締めるというか、一つ質問を受けて、もし鈴木先生とか次の予定があればですね、15分で抜けていただくような形をとって、残れる皆さんは19時半とかですね、15分延長ぐらいでいきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ一つお答えしようかなと思った。地上侵攻はオスロ合意以降は初めてのことでしょうかという、ご質問が来ていますけど、私これは2014年の時に思い出してるわけなんですけど、これ一応鈴木さんにご確認いただけますか？2008年から9年のガザ攻撃、そして2014年のガザ、戦争、この2回は少なくとも地上部隊が入ってます。また、大規模でない形であれば地上部隊が入るということは起こっている、わけです。今回問題になるのは、過去に例のない規模で地上部隊が入る可能性がある。2014年は地上部隊が入って、結果的に、ガザの住民の4000、あ、ごめんなさい、2000人が亡くなりました。それを超えるかもしれない。現在ですでに空爆で、その数に近づいている、私朝の数字なんですけど、1900人亡くなってるわけです。確実に2014年を超える規模になります。その規模はどこまでいくのか。それが問題です。多分先ほど速報値で2014年の被害を超えたというような数字が出てたかなと思います。地上侵攻が始まるときと、もうここから
もしかしたら桁が変わるかもしれないぐらいに、大きくなっていくのかなというふうに思っています。鈴木さん、そろそろお時間になりますかね。申し訳ないです。はい。じゃあ、鈴木さんはここまでで、そして関根さん15分なので、一旦じゃあ、どうしよう。はい、あとまあ、まもなく、19時15分ということで、まあ、一旦ここで締めさせていただきます。今日は、ご参加いただいた皆様、登壇者の皆様ありがとうございました。鈴木先生もね、忙しいところありがとうございました。一旦ここで締めさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。私はここで失礼いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ、関根さん、そろそろもうあと2分とかになっているので、よかったら登壇者の皆様に最後に一言ずついただいて、締めてもいいでしょうかね。そうですね。一言ずつメッセージお願いします。はい。じゃあ、私から最初に、何も考えてなかった。すみません。そうですね。こうやって、皆さん、この映画を見るために集まってくださったこと自体が、本当に私はこう嬉しかったですし、心強いなというふうに思いました。こんなに集まっていただけるとは本当に思ってなかったので、今日は見てくださって、アーカイブの皆さんも見てくださって、本当にありがとうございます。で、ぜひ、こんな映画があること、まあ、映画館他にも、上映が始まるようなので、そういった機会も含めて、パレスチナやガザの映画見ていただいて、まあ、これが今から失われるんだよということを、で、それを許してはいけないんじゃないのかな、みたいなことを、ぜひ周りの方々とも、話していただいたり、発信していただけたら嬉しいなというのと、日本の NGO、今日も本当に寄付付きのチケットをくださって、本当にありがとうございます。皆さんたくさん買っていただいて、活動のために大切に使わせていただきますが、まだまだ、どの団体さんも資金が足りないと思います。ぜひちょっと、ご支援を、これからも気にかけていただいたり、周りの皆さんにお伝えいただけたら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございます。ございます。じゃあ、手島さんどうぞ。すいません。はい。フライング気味ですが。そうですね。先ほどももう申し上げてしまったんですけれども、まあ、やはりこの、世界中の分断、日本国内もそうですよね。で、いろいろな、まあ、ネットニュースであったりとか、チャンネル、地上波とか、大手新聞だけではない、まあ、メディアでも、かなりの意見が飛び交っている状態だと思います。特にこの、ガザの危機についてはですね。はい。が、しかしそうですね。あくまでもやはりこう分断を煽る、または扇情的な、過度に扇情的な、もうそういった、まあ、活動であるとか、発言に対して組みしないと。はい。つまり、分断を煽るようなことには組みせずに、やはり人道の危機をいち早く回避すること。はい。まあ、そういった発信は、やはり私たちは、まあ、認識を共にして、まあ、多く声を上げていくべきだと私は思いました。なので、はい。引き続き、いろいろな、まあ、この場で、まあ、発言をさせていただくとは思うんですけれども、はい。そういった態度で、で、まあ、誰もが生存権、平和や、はい、静かに暮らす権利があるんだということを改めて、まあ、私は申し上げていきたいと思っています。はい、手島さん、ありがとうございます。じゃあ、吉田さん、いかがでしょうか。ありがとうございます。本当に今、こういう事態になった中で、こういった、このドキュメンタリーを見ていただいたっていうのは、本当に意義があることであったと思います。本当に私も個人的に、いつも、見ていた風景が、どんどん変わってしまうっていう部分を、目の当たりにして、また、友人ですとか、みんなの、状況を知るたびに本当に心が痛んでいるんですが、まあ、今回、こうして見てくださった方々が、より、彼らの日常というものが本当に、どのように、壊されてしまっているのかということを、感じていただいて、また、可能であれば、そういったことをまた、いろんな人が発信していって、この一時的なことではなくて、なぜこういったことが起きてしまったのか、また、これが二度と起きないようにするにはどういったことができるのかということを、一緒に考えていけたらと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。じおゃあ、三関根方、さはん。い。お三方、ありがとうございました。まあ、今回はですね、まあ、並木舞さんから、まあ、僕の方に、
ガザ素顔の日常がオンライン上映できないのかと、日本中の人たちに、ガザにも普通に私たちの何も変わらないような日常を生きている普通の人たちが住んでいることを伝えたいんだと、全く僕も同じ思いだったんですね。今回の戦争というのが、ハマスがイスラエルの皆さん、または外国の皆さんをですね、本当に惨殺をするようなことを起こしてですね、始まったわけです。その点、イスラエル側の被害もしっかりと私たちは認識しなければいけないとも思っています。そして、その結果としての報復として、今、現在進行形で地上侵攻目前だというところを考えるとですね、とてつもなく多くの命が失われようとしているわけです。その瞬間に私たちは今いるわけですよね。今日皆さんが感じたこと、憎しみの連鎖を断ち切るにはどうしたらいいのか。人が人を憎しみ合う、殺し合うのではなくて、支え合い、平和を広げる、そういったことができるようにするにはどうしたらいいのか。今日この場をきっかけにですね、多くの皆さんがこの現実を見て、様々な角度から見てですね、手島さんが言ってましたが、感情にあまり、流されすぎずにですね、私たち一人一人ができることをぜひ見つめていただきたいなというふうに思います。最後になりますけれども、本日500、ごめんなさい、753名の方が参加登録をしてくださっています。本当に非常に多くの方、過半数の方が追加寄付も選択していただいています。今日のお話を聞いていただいてですね、感じたことをぜひ SNS で拡散してください。拡散して伝えることが誰か一人の命を支えることにつながるかもしれません。ぜひともお願いしたいなというふうに思います。ガザ、素顔の日常は、映画館での緊急再上映も決まりました。横浜シネマリン、そして大阪の第7芸術劇場、もう少し広がっていくと思いますけれども、ぜひホームページの方も覗いていただきたいと思いますけれども、どなたでもこの映画上映会ができますので、予告編を伝えるだけでもいいかもしれませんし、皆さんのできるやり方で、今日皆さんの団体の話を聞いて、団体のホームページをシェアすることも一つのアクションです。ぜひともお力をみんなで出し合いながら、少しでも世界が平和になるように、ぜひイスラエル、パレスチナの人たちに寄り添う気持ちを持ちたいなと僕は思います。それでは時間をオーバーしましたけれども、登壇者の皆さん、そしてご参加者の皆さん、大変ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。